絵が動くビデオでは画面の安定も大事ですが、動きのある映像を使ったり画面のサイズを変えたりして見る人を飽きさせない撮り方をすると後で見やすい映像になります。画面サイズの種類を見ていきましょう。全身を映すフルショット、膝上から頭までを映すニーショット、腰から上のウエストショット、胸から上のバストショット、顔を強調したいならアップを、さらに近づいたクローズアップ、目の表情などを表現できます。また被写体となる人物の数でワンショット、ツーショットなどの言い方もあります。さらに風景などを撮る場合は全体を広く見せるロングショット、それより寄ったサイズで見せるミディアムショット、大写しにするアップという分け方をします。印象に残る映像にするためにアップの映像を撮っておきましょう。しかしただアップの連続では伝わらないことがあります。この映像をご覧ください。これでは比較物がないのでスケール感が伝わりません。アップとロングの映像をうまく組み合わせてスケール感を表現しましょう。建物いっぱいを撮影したいが後ろにスペースがない、こんな場合ワイドコンバージョンレンズを使えば後ろに下がらなくても広い画面が撮影できます。こちらはワイドエンドコンバージョンレンズです。最初から広い画面が撮影できるレンズ搭載のハンディカムもあります。次にアングルについて見てみましょう。画面が単調になる理由として同じアングルが続くということがあります。アングルを変えると画面が違った表情になります。低い位置にあるものを撮るならば思い切ってしゃがみ込んで撮影してみましょう。こういうアングルをローアングルと言います。同じローアングルでもカメラを上の方に向けて煽って撮ると迫力ある画面になります。また座っている人物を同じ目線で撮るならば腰のあたりに構えて撮る方法もあります。お子様の撮影もこの方法で同じ目線の映像になります。ローアングルで撮るときは動きを追いかけられるように液晶モニターを見ながら撮りましょう。ローアングルの逆がハイアングルです。人混みで前が見えないとき、高い位置から撮るアングルです。また液晶モニターを見せながら撮影することもできます。一緒に記念撮影などにおすすめです。画面に変化をつける簡単な方法がカメラを動かすことです。その代表的な手法、パンニング、ティルティング、ズームについて見ていきましょう。パンニングのパンはパノラマのことです。はじめと終わりの構図を決め、その間の広がりを表現する方法です。風景撮影などに限らず、さまざまな場面で効果的に使えます。姿勢が悪いとうまくパンができません。パンの動作が終了したときに、体が正面を向くようにあらかじめ体をひねっておきます。パンをする前に数秒間フィックス映像を撮っておくと見やすい映像になります。最後の決めも肝心です。少なくとも 4,5 秒は止めの映像を撮り、構図もしっかり決めましょう。テレビや映画などでほとんど使われないのが壁塗りパン。壁にペンキを塗るように行ったり来たりパンを繰り返すことです。パンは一度に一方向。これが原則と言われています。
ティルティングは高さを表現したいときに使う方法です。ティルティングをするときはきっちりとカメラが垂直に動くようにします。下から上がティルトアップまたはパンアップと言います。上から下がティルトダウンまたはパンダウンと言います。垂直だけでなくその時水平方向も安定するように気をつけましょう。注目させたい対象物に寄っていくのがズームインです。対象物の周りの状況を見せるため広げていくのがズームアウトです。ズームインは画面の中のあるものをさあ見てくださいと提示する方法です。寄った先に何もないのではズームの意味がありません。これを意味なしズームと言います。何を見せたいのか目的物をしっかり決めてからズームしましょう。動かす前と後にフィックス画面を入れないとなんとなく落ち着きがない映像になります。移動撮影を見てみましょう。正面からの撮影は重心を低くして後ろ歩きでなるべく水平を保って滑らかに歩くことが大切です。横向きでの撮影では体は正面に向けて歩きカメラだけ横に向けましょう。移動撮影は単調になりがちな映像に変化をつけてくれます。周りによく注意してぜひチャレンジしてみてください。しかし動きのある映像は多用しすぎないようにしましょう。映像はあくまでもフィックスが基本です。映像にリズムをつける目的でパンやズームを使いましょう。ハンディカムは顔、シーン、揺れの3つの要素から撮影シーンを認識しています。撮影状況に最適な設定を自動で選んでくれています。いつでも誰でも簡単に美しい映像が撮れるようになりました。さらに顔を認識してきれいに撮影する顔検出機能、顔決めビデオ、さらに我が子を一番きれいに撮る優先顔決め機能があります。ここでワンポイントです。ハンディカムには動画だけでなく静止画も撮影できる機能がついています。これならビデオカメラ1台で写真も動画も撮れます。動画撮影中には笑顔の写真が自動で撮れるスマイルシャッターがあります。被写体の笑顔をハンディカムが判別して自動で写真を撮影、動画を撮影しているだけで素敵な笑顔の写真をきれいに残せます。